エリザはイタリアの女性歌手、シンガーソングライター。エリザの名での活動で知られている。エリザ、エリーザと発音されることもある。彼女は主に英語で作曲、歌唱を行う数少ないイタリア人ミュージシャンの一人として有名であり、これまでに500万枚を超えるセールスを記録している人気歌手である。ジャンルはポップス、オルタナティブロック、エレクトロニカ、トリップホップなどをこなし、 ヨーロッパではシングルカムスピーク2目が最もよく知られている。アメリカでは2006年と2007年のアメリカンダンスアイドルの両方で使用された楽曲ダンシングが有名である。イタリア北東部のトリエステで生まれ、その後モンファルコーネで育った。他言語、多文化に触れる機会が多い国境地域に住んだ経験が後の歌手活動での多言語での歌唱能力に役立った。 影響を受けた歌手には、ビョーク、P.J. ハーベイ、トーリーエモス、アレサ・フランクリン、エラ・フィッツ・ジェラルドが挙げられる。また、ラドヤード・キップリングとジム・モリソンに大きな影響と受けたとしている。11歳で曲を書き始め、その後いくつかの地元のバンドで演奏するようになった。15歳の時、ロザリオ・フィオレロが主催する TV 番組に出演し、歌唱を披露した。 16歳の時にカテリーナ・カゼリと出会い、1年後にレコード会社シュガーと契約した。18歳の時、デビューアルバムの曲を制作をアメリカのカリフォルニア州バークレーを行う。レコードプロデューサーのコラードレス・タイチは、ホイットニー・ヒューストン、アレサ・フランクリン、イタリア人歌手であるズッケ・ロットの仕事で知られていた。1997年5月にファーストシングル、 スリーピングインワ・ハンド、その後9月22日にデビューアルバムのパイプスフラワーズがリリースされた。アルバムはすぐにイタリアでプラチナセールスとなり、タルガ・テンコ、ピムの2つの賞を受賞した。彼女はこの年にエロス・ラ・マゾッティのヨーロッパツアーに参加した。2000年5月5日にはセカンドアルバムのオズラ・エス・ワールドをリリースした。 9月にはイタリア語で最初の曲、ルーチェを発売。当初曲は英語で書かれていたが、ズッケロット共同でイタリア語版が作成された。ルーチェは2001年のサンレモ音楽祭で、非評価賞、通訳者賞等合計6つの賞を受賞した。11月にはイタリア音楽賞で3つの賞を受賞した。フランクフルトで開催された、 MTV ヨーロッパミュージックアワード2001で最優秀女性アーティスト、最優秀シングル、および最優秀歌曲を受賞。また、ピムの最優秀女性アーティスト賞および最優秀シングル賞を受賞した。2001年11月9日に3作目のアルバム、ゼンカムズ・ザ・サンをリリース。レスタイチがプロデューサーとして復帰した本作はよりポップ、ロックなサウンドに回帰し、 トリプルプラチナとなった。ユタ州ソルトレイクシティで開催された2002年、冬季オリンピックの閉会式で、ジャズバージョンのイタリア国民参加を歌い、2002年の世界的に有名なテナー、ルチアーノ・パバロッティのコンサートに参加し、ボウリョ・ビバー・コシーを歌った。2002年8月、セルフタイトルのインターナショナルアルバム、エリサをリリース。このアルバムは、 彼女の最初の3枚のアルバムからのセレクションであり、ヒット曲、ルーチェのオリジナルの英語版であるカムスピーク2目が収録された。2003年の終わり頃、4枚目のアルバムであるアコースティックアルバムロータスをリリース。これまでの楽曲の簡略化されたバージョンと、レナード・公演のハレルヤのカバーを含む新曲が収録された。その後、イタリアでの大規模なアコースティックツアーのほか MTV スーパーソニックコンサートを行った。2004年10月15日に5枚目のアルバム、パールデイズがリリース。本作は、アラニス・モリセット・アナスタシア、マイケル・ジャクソン、シャキーラ、クリスティーナ・アギレラ、ザ・コーズなどで知られるクレン・バラードがプロデュースした。本作では、ロックサウンド、エレクトリック・ギターのサウンドが取り込まれたアルバムとなった。収録曲である、ライフゴーズオンは、 あとにイタリア語版も作られ、2005年にイタリアで4番目に人気のある曲となった。2005年の夏、ズッケロ、ルチアーノ・リガビュー、その他のイタリアの有名アーティストとローマでのライブ8に出演した。2005年と2006年にスワン、ティーチ・ミアゲインが映画、オール・ザ・インビジブル・チルドレンに使用された。また、トリノでの2006年冬季オリンピックの閉会式で、 ルーチェを演じた。2008年10月7日、ミラノでのザ・メカニカルドリームツアーにて2006年11月17日、これまでの10年間のヒット曲を集めたベストアルバム、サウンドトラック960ロックがリリース。アルバムは70万枚以上を売り上げ、自身初のイタリアチャートで1位を獲得、2006年にイタリアで3番目に売れたアルバムとなった。 2010年5月14日、アッサーゴヌメディオラナムフォーラムにて、ハートツアーの様子2012年12月18日、エンニオ・モリコーネとのコラボレーション曲、アンコーラクイが、クエンティン・タランティーノの映画、ジャンゴ繋がれざるものとそのサウンドトラックアルバムに使用され、グラミー賞のベストコンピレーションサウンドトラック部門のノミネートされた。これまでに9つのスタジオアルバム、5つのコンピレーション、 二つのライブアルバム、八つのビデオアルバム、51のシングルをリリースしている。そのうち、ダイヤモンドディスク、マルチプラチナディスク、25プラチナ、4ゴールドの M&D 及びフィミーによって認定された。イタリアでは550万枚以上のセールスを記録している。アンドレア・リグナットとの間に、2009年10月22日に、最初の子供、エマ・セシュリを設け、 2013年5月20日に2番目の子供であるセバスチャンが生まれた。夫婦の結婚式は2015年9月5日にグラードで行われた。シャーロット・ディロン、エリサ、オールミュージック。2020年1月9日閲覧。エリサとファリー・ライフォレスタ・イル・ケニア。ウニモンド。2020年1月9日閲覧。イル・スオ・レパートリオ・エコスティトゥーヒートプリンスパルマンテ。 ダーダルトオルターナティブロック、E ポップロックハットとファリー、エリサ、エリサ、シトヒチャーレイ。エリサとファリー、2020年7月28日閲覧。エリサランチアセパイアベスイルツオノメ。ビルボード、2018年9月28日閲覧。アルバム、クレシファカセティマナレイ WK44。フェドラツオネインダストリアミュージカルイタリアーナ、2018年11月3日。 閲覧、ありがとうございます。